石優也、石優也、石優也、1981年7月4日隊は、神奈川県横浜市港内区出身の元プロ、野球選手、投手、左投げ左だ。先天性の難聴ではあったが、小学2年生の時に、兄が所属する少年野球チームに加わり、野球を始める。小学5年生で、外野手と投手を兼務し始めた時は、請求力が悪かった。 子供の頃から、太陽、ホエールズ及びその後進球団である、横浜ベイスターズのファンであり、友の会に入っていた。横浜商工高校に進学。同校では3年夏の神奈川県大会で5試合を、投げて37個の三振を奪いベスト8に進出。この頃から、サイレント系と呼ばれ始める。のプロ野球ドラフト会に指名候補にも上がったが、指名はなかった。 中日ドラゴンズのスカウト部長である中田宗男は高校の頃から目をつけていたがハンデがあるので成人するまで様子を見たと後に語っている障害者の雇用の促進等に関する法律により三菱重工横浜に入社同期には後に日本ハムでもチームメイトになる鶴岡信也がいたチームはに親会社の方針で 企業登録からクラブ登録へ変更になった。この時、三菱重工名古屋への移籍の話もあったが、本人が横浜残留を希望してチームに留まる。肩を壊し2年間登板できない期間があったが、リハビリで治し、基礎トレーニングを積んだ。二新日本石油には、東芝の補強選手としてそれぞれ都市対抗野球大会に出場して経験を積み、 チームのエースに成長した。2004年のプロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから6巡目で指名され即戦力左腕として期待をかけられた。プロ入りに関しては家族からの反対もあったがどうしてもプロ入りがしたいと家族を説得して入団する。4月13日の広島東洋カープ戦でプロ初当番。初級を前田智則に 豊橋市民球場の右翼スタンドに放り込まれた。4日後の4月17日の阪神タイガース戦でプロ入り初勝利を挙げ、その試合で逆転的時打を打った福留光介にお立ち台に連れて行ってもらい、岩瀬人則からウィニングボールを手渡された。初めてのヒーローインタビューでは照れて顔を真っ赤にしていたが、たどたどしい言葉が城内に響くたびに拍手が巻き起こった。 聖波交流戦で、オリックスバファローズ戦に登板した際、保守の谷重元信の,のサインに首を振って投げた球で、三振を奪い、ベンチで、谷重にその新人らしからぬ度胸を褒められた。9月24日には読売ジャイアンツ、巨人戦でプロ入り初先発し、巨人打線を5回無失点に抑える。4回には自ら敵に二塁打を放ち、初先発を白帽子で飾った。 開幕から朝倉健太と共に、ロングリリーフ要員として、開幕を一軍で迎えた。リリーフとしては、結果を残したが、先発起用されると打ち込まれることが多く、11試合の、登板に止まった。は、主に先発降板後の二番手として登板。4月下旬から一軍入りするも、5月に入ってに、軍落ち。 9月の優勝争いの時期に一軍へ帰り咲くと8試合連続無失点の高騰を見せ7点台だった防御率を2.95まで改善してシーズンを終えた。請求に苦しみ再三走者を出すものの後続を打ち取る、あるいは後を継いだ投手が抑えるというケースが多かった。左打者は29打数2安打と抑えるも、 右打者に対しては苦しんだことがそういった印象を与えることにもなった。は、開幕鬼軍で迎える。6月16日に、小池正明との交換トレードで横浜ベイスターズへ移籍。地元に戻ると同時に3年越しで、憧れの球団に入団することとなった。移籍後すぐ1軍登録され、吉原道のみ、寺原隼人につなぐ、勝利の方程式の一角を担った。 登板数は35試合と過去最高で、高い脱三振率と、勝負強い投球術で信頼を勝ち取った。2は、前年度まで抑え投手を務めていた寺原が、先発投手に転向するにあたって、石井が抑えに回ることとなった。春季キャンプでは、新旧フォークボールの習得するなど意欲を見せ、横浜の偵察に来ていた巨人のスコアラーに、制球も良く、 自滅することが少ないと評価され、本人もかつて在籍した、中日の岩瀬一ノのような抑え投手を目指していると、語っていた。4月12日の東京ヤクルトスワローズ戦で、プロ初セーブを挙げ、その後6セーブを挙げるも、救援の失敗が続き、山口春に、抑えの座を譲ることになった。2軍での再調整後は1軍の中継ぎに回った。 4月2日に、江尻慎太郎との交換トレードで、北海道日本ハムファイターズへ移籍。6月14日から一軍合流。主に左のワンポイントで登場。一軍合流後は、防御率0.93の回答を続けるが、7月18日に、怪我で、登録抹消。その後復帰するが調子が上がらず、腰痛のため再度登録抹消された。オフに、 背番号27から13に変更は、左のワンポイントリリーフとして、主役争いを演じる日本ハム中継陣を支えた。8月8日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で1級勝利、日本ハム遺跡後初勝利、同14日の福岡ソフトバンクホークス戦で2級勝利を記録したが、これらを同1月に記録したのは、プロ野球史上初。なお、 この2試合とも、先発投手は、斎藤祐希で、石井は2番手として登板した。開幕直後にめまいを発症し、長期にわたり離脱する。復帰は同年シーズン終盤となったが、約1ヶ月間で17試合に登板し、リリーフ陣の一角として、リーグ優勝に貢献した。は、序盤から1軍に帯同し、登板51、投球回46、勝利4、 ホールド17はいずれも自己最多となったものの、よくは、投板試合数が減少した。は、開幕から一軍に帯同して2013年と、同じ51試合投板ながら、ワンポイント気味のショートリリーフ投板が多くなり、対戦打者151人、投球35イニングでいっぱいホールドで2013年を、下回ったものの棒、率2.06。 失点15と内容は2013年を上回って復活は故障とコンディション不良のために一軍復帰が7月末まで遅れたが宮西久夫以外に左の中継ぎがいない事情もあって復帰後は前年同様後半以降のワンポイントリリーフを任され22試合16.1イニング登板で防御率1.65失点316奪三振という内容で 勝敗なしの12ホールドを記録して4年ぶりのリーグ優勝に貢献した。日本シリーズでは2試合に登板して、打者4に対して、被安打3、失点3を喫したが、チームは10年ぶりの日本一に輝いた。12月2日に、右膝半付きない側板部分の切除術を受けた。は、引退試合まで1軍での登板機会はなく、9月22日に、球団を通じて、 現役引退を発表した。9月30日に引退登板のために1、軍出場選手登録され、同日の埼玉西武ライオンズ戦、札幌ドームにおいて4対1とリードした7回表に死にるから3番手として9円登板。バッテリーを組んだのは、三菱重工横浜時代からの同僚である、鶴岡信也であった。横浜小高校、後に、 横浜総学館高等学校の後輩にあたる秋山翔吾に対して5球目の時速 141km の直球で左皮に打ち取り8回に投板しなかったため最終投板で通算83個目のホールドを上げ通算ホールドポイントもちょうど100に到達して優秀の美を飾った11月12日日本ハムの打撃投手に就任することが発表された 速球は 140km 台中盤から後半。特異球は、スライダーとスクリューボール。2009年にはフォークボールを習得。マウンドに上がると補聴器の電源を切ることが多い。連携プレーの際は、野手の指差しで判断しているが、優れた瞬間し、一瞬映るものを判断する能力によって、野手の声が届かないハンデをカバーでいる。5月10日の広島戦。 広島市民球場で、さよなら負けを経験した。終了直後に、ベンチに戻ってから、保守の谷重に配球をめぐって、コーチが止めに入るほどの厳しい叱責を受けたが、耳のほとんど聞こえない自分に、野球のことで本気で叱ってくれたのは谷重が初めてで、嬉しかったと語り、野球人生の中で、最も印象の深い出来事の一つだという。 日本ハムに遺跡初年度の背番号は前述の谷繁と同じ27。2011年からは憧れで目標としている岩瀬と同じ背番号13をつけることになった。先天性難聴であり、左耳は全く聞こえず、右耳も補聴器でかすかに聞こえる程度である。このハンデを抱えながら、プロ野球選手として活躍したいシは、過去に様々なメディアに取り上げられている。 ハンディキャップがありながら、またマウンド上で補聴器を切り、その静寂の中で三振を奪っていく投球から、サイレント系と呼ばれている。新人時の2005年に、自身のインタビューが高校生向けの英語の教科書に取り上げられている。インタビューで、これまで難聴のハンデを感じたことがほとんどなく、幼い頃からプロ野球選手が夢だったと語っている。同じプロ野球選手としては、 前年、2004年に、松井秀喜、過去には一郎などのインタビューも掲載されたが、新人選手が取り上げられるのは、異例のことだった。新人時と2年目、2006年の2回にわたって、NHK 教育テレビジョンの聴覚障害者向け番組で、2008年に、同じく教育テレビの子供向け番組、道徳ドキュメントで、横浜に移籍した際には、同じ時期に、 巨人から移籍した、真田祐希と共に、バースデー、TBS テレビで取り上げられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。